どうも、おなけです。さあ今日はですね、アイスクリームの天ぷらを作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ今回使用する材料はこちらです。アイスクリームと食パン、水と薄力粉、そして仕上げに蜂蜜と粉糖です。さあまずは薄力粉と水で衣を作っていきます。さあそして食パンの耳を切り落としてアイスクリームを包んでいきます。この状態で一度しっかりと冷凍しておきます。さあそれでは油を180度以上の高温に熱してさっと揚げていきます。